98式戦車は中華人民共和国の第三世代戦車である。98式戦車は1986年から10年以上の歳月を費やし、80式戦車から96式戦車までの中国の戦車開発技術と85式戦車や90、2式戦車で行われたパキスタンとの共同開発で得た技術蓄積を活用し、 中国人民解放軍陸軍第3世代主力戦車の決定版として開発され、1999年の建国50周年記念軍事パレードで公表された。当初は21世紀における中国人民解放軍の主力戦車となると思われたが、実際にはさらなる改良が施された99式戦車が変わって正式採用された。 中華人民共和国において、第三世代戦車の開発が検討されたのは1970年代末のことである。しかし、当時の中国の技術的立ち遅れを踏まえて、まずは第三世代戦車に必要な技術の開発と目指すべき、次世代戦車のコンセプトの確立のために、技術実証者を研究開発することから始められることになり、ソビエト連邦の T-72 をベースにした。 開発計画が進められた。この計画は1986年に中央軍事委員会により承認された。1980年代には旧西ドイツのクラウスマフファイ社に代表団を派遣して、レオパルト2の購入、またはライセンス生産を検討するも外貨不足で実現しなかったものの、西ドイツ製のエンジンなどを導入した。それ以降も、 戦車開発に関しては、レオパルト2を強く意識した案が数多く上がった。1980年後半以降の中国軍の戦車開発コンセプトは、車体は比較的実績があり、信頼性の高い69、79式戦車や、ソ連の T-72 系ベースに、開発西側主力戦車に匹敵する FCS の、 導入ソ連製 2A46MK の 125mm 格好砲をさらに発展した国産格好砲と自動装填装置の装備。本格的な複合装甲の採用であるが、1991年の湾岸戦争でアメリカ軍の M1 エブラムスをはじめとする西側諸国の第三世代戦車にソ連製や中国製の東側第一世代、 第二世代戦車がなすすべもなく撃破されたことは中国軍部にとっては衝撃的な事実であり西側の戦車に対抗できる本格的な第三世代戦車の自国生産を目標に開発が急がれた最初に完成した中国発の第三世代戦車である九十通式戦車は輸出用とされ中国軍には配備されなかったがこれによって一定の技術の蓄積を得 続く本格的、第三世代戦車の開発に、弾みがつけられることとなった。建国50周年記念軍事パレードにおける98式戦車これらの技術的蓄積を踏まえ、開発に際しては、レオパルト2を意識した砲塔デザインとし、自国の92式戦車とソ連の T-72、T-90 の砲塔、車体技術をベースに、1993年に4、 両の試作車が製作され、1995年から1996年にかけて隠しテストが実施され、さらに4両の試作車両が追加生産されて開発が進められた。そして1996年に正式に98式戦車の名称が与えられて、量産と配備が開始された。98式戦車は1999年10月の 中国人民解放軍の50周年記念パレードで世界に対して初めて公表されたが、それ以降は量産されることはなく、さらにエンジンを 1500HP に改良した99式戦車が中国人民解放軍の主力戦車として正式採用された。98式戦車正面より、手法はロシアの 2A46M をベースに、 威力の向上や方針名数の向上などの改良を加えた ZPT-98 式50口径 125mm 格好砲が採用されている。方針はサーマルスリーブで覆われており、方針名数は700発。ZPT-98 はベースとなった 2A46M と同じくレーザー誘導式の方発射ミサイル QM119 が、 発射可能である。自動装填装置は T-72 のカセトカ自動装填装置の改良系を採用し、最大発射速度は毎分12発に達する。FCS や外部視察装置は西側の技術が導入されている。HL60 照準機はに軸式手法スタビライザー 2E28 と同調し、弾道計算コンピュータ 環境センサーのデータとリンクして極めて高い初段、命中精度を実現している。一例として、という実写データがあるが、98式戦車は固定射撃と更新間射撃において、これら2車種を凌駕する射撃精度を持ち、高さ2.7メートルの停止目標に対しては2500メートル、同目標に対しては1300メートルの距離で、高い命中率を誇るとされている。 大使用準純機には、フランス製のペリスコープ型中夜兼用システムセイジェム HL60 が採用されている。これは二軸式手法スタビライザーに E28 と同調し、弾道計算コンピュータ、環境センサーのデータとリンクして極めて高い初段、命中精度を実現している。内蔵されているレーザー測距器は200から5000メートルの範囲で、 正確に測定することが可能で、データは自動的に弾道計算コンピュータに入力される。暗視システムは熱線映像式で目標の有効識別距離は 125mm 格好法の最大有効射程を上回る。倍率は4倍と10倍の切り替え式で前方20度の範囲の視界を確保している。社長にも手法用に使用できる。 パノラマ式照準キスハム HL70 が装備されている。これとミサオ砲ハンドルを用いて社長が砲手をオーバーライドして手砲を装填、発射することが可能。HL70 は周囲180度にわたり視界を有しており、レチクル内の倍率は7.5倍である。中国最大のポータルサイト、新浪網の98式戦車特集においては、 全面走行の防御力は、アメリカ軍の M1A2A ブラムスにおいては、車体と砲塔においては最も弱いところで、均質後半 600mm、最も強いところで 700mm の、均質後半に相当し、ドイツ軍のレオパルト 2A6 は、車体と砲塔において弱いところで 580mm の均質後半に、最も強いところで 700mm の、均質後半に相当し、 対する98式戦車は最も弱いところで500から 600mm の禁室後半に相当し、最も強いところで 700mm の禁室後半に相当するとしている。走行以外においては、砲塔後部全体には、カゴ状の荷物ラックがあり、対ヒート暖房業も兼ねている。これは、チェチェン紛争において、ロシア軍の T-72 が爆発反応装甲や、 複合装甲のない砲塔後部を RPG-7 で狙われた数撃破された戦訓を取り入れたものと思われる。近年、中国は工業技術の急速な発展を成し遂げており、複合装甲開発にも役立てられている。市販されているほとんどの軍事警察士では、高速セラミック複合装甲が使用されていると記述しているが、一部ではそれは実用化できず、 代わりに重金属系素材を複合装甲の主体として使用しているとの主張が存在する。その根拠として装甲が傾斜しているのと98式戦車ではベースとなった92式戦車の48トンと比べて多少砲塔は大型化したが重量は4トンも増えているためとしている。劣化ウラン、タングステンなどの重金属系素材は 複合走行に適応する場合、セラミックス素材と比較して、溶石あたりの重量がかなり増加する欠点はあるが、加工技術や低コスト実現の面から、高度な工業技術が要求されるセラミックスよりも、技術的にはハードルが低く済むために、安価かつ比較的容易に複合走行に適応可能とされる。ちなみに中国は、世界最大のタングステン採掘国である。 高速セラミック複合装甲を導入しているレオパルト 2A6 でも主走行の強化に大重量の増加装甲を導入している事例があり1980年代にドイツなどからも技術を導入している中国の戦車開発の歴史と98式戦車がレオパルト2を意識している面も考える必要があるであろう走行に関する多様な説イギリスの ジェーンズディフェンスウィークリーは98式戦車にカークトゥス装甲が採用されているとの見解を示している。実際にロシアのチョールヌイオリオールなどがこの方式の装甲を採用している。これ以外にもジェーンズではジェーンズアーマーアーティレリー2006から2007で車体にセラミックス系複合装甲を装備していると記述している。一般に セラミックス系の装甲は、アプフスズをはじめとする運動エネルギー弾や、成形作薬弾をはじめとする、化学エネルギー弾には、高い防護力を示すが、比較的低速の通常の鉄鋼弾に対しては、対弾能力では劣る、高速セラミック複合装甲はいずれにも、対処可能。対して、重金属系の装甲は、その逆の傾向が強い。式戦車では、 火星とか自動装填装置を大幅に改良した自動装填装置を採用しているが、湾岸戦争時の T-72 やチェチェン紛争における T-80 などの東側戦車と同様に自動装填装置の構造から、被弾時には98式戦車に誘爆の危険性を指摘する意見がある。弾薬庫を砲塔後部、バスルに持たず弾薬の誘爆時に爆風を外部へと逃がす。 グローオフパネルが採用されていないことを背景にしている。車内壁面には断片飛散を防ぐためのスポールライナーが設置されている。1万1車内に被害が及んだ際には砲弾の誘爆や車内の炎症を防ぐため92式自動消火装置が設置されている。92式自動消火装置は熱源探知装置6機、消火剤タンク4機、制御装置、 自動、手動作動装置などで構成されている。消火タンクには液化されたハロン1301が充填されており、火災探知後、直ちに噴霧を実施して50秒以内に消火する能力を有している。中国の軍事系、サイト、運命団兵には、ブローオフパネルと生存性に関して独自の見解が記載された。これによれば、ブローオフパネルが採用されている。 レオパルトニを例にとると、砲塔バスル内にある、弾数は15発、残り27発は、車体内の操縦士のいる、位置の左側に収納されている。つまり、西側戦車の砲弾はすべて砲塔バスル内にある、わけではなく、多くは、車体内にあり、湾岸戦争時の T-72 同様、車体を撃ち抜かれれば砲塔が、丸ごと吹き飛ぶことになる。軍名弾兵では、 西側戦車の砲弾を砲塔バスルに移し、ブローオフパネルを採用した理由は、主に砲塔の平行を保ち、砲のすべての方向における精度と安定性を保つことにあり、射撃精度向上が主たる目的であると記述している。また、ソ連系の戦車は、車体の戦闘室の底部に装填装置と弾薬があることにより、車体の走行以外に、エンジン、トランスミッション、駆動系、 サイドスカートが弾薬を防御しており、誘爆は起き難い仕組みになっているとも記述している。ブローオフパネルを装備し、砲塔に弾薬を装備することに関して、軍命弾兵では、砲塔パネルと戦闘室の間の装甲が薄いと、爆風をある程度逃がしても、被弾時に爆風が装甲を突き破り、装甲の破片が乗員を殺傷する危険性があり、加えて、 統計上40から50%の撃破された戦車の被弾は砲塔であることが挙げられている。また、砲塔内に十分な数の砲弾がある場合、着弾時にすぐに作薬に引火し、一度作薬が炎上すれば、消火はほとんど不可能で誘爆は避けられず、爆風により吹き飛ばされた装甲の破片が、車内や車体内の戦闘室に流れ込み砲弾の誘爆を、 引き起こす危険があると記述している。したがって、ブローオフパネルによる防御力向上の役割はそれほど大きくないとして、西側戦車の生存性は、ロシアや中国の戦車に対しての優勢は、ほとんどないとしている。しかし、実戦で示された例においては、西側戦車より、ロシア製や中国製の戦車の乗員の生存率は、西側戦車よりも、 明らかに劣っているのも事実であり、イラク等において m 1エイブラムスのブローオフパネルが有効に機能したのも事実である。また、今までブローオフパネルを装備しなかった東側戦車でも、近年新たに登場した T-80 をベースに、ウクライナが開発した改良型の T-84 や、ロシアのチョールヌイオリオールなどでは即応弾の弾薬庫や自動装填装置を 西側第三世代戦車のように、砲塔後部、バスルに移すようになっている。西側の第三世代戦車では、ブローオフパネルを採用していない例外として、韓国の K1A1 があるが、後継となる K2 では、他の西側第三世代戦車と、同じく自動を装填装置や即応弾の弾薬庫を、砲塔後部、バスルに移し、さらに砲塔後部、 バスルーワツラにはブローオフパネルも採用している。また、軍命団兵において、レオパルト2とメルカバが世界で最も生存性が高いと言われるゆえんは、自動消火装置と爆発抑制装置の性能型を圧倒していることであるとしており、西側軍事筋の分析でも T-72 が 湾岸戦争で誘爆が続発した理由には自動消火装置すら装備していなかったことが大きいと言われているがブローオフパネル等により隔離されていない弾薬の数が多いほど自動消火装置と爆発抑制装置の能力の限界を超えやすい。本社の最大の特徴は JD-3 と呼ばれる中国軍独自のアクティブ防御システムであるアクティブレーザー防御システムを 砲塔上面左側方用ハ発チ後方に搭載していることである。これは、ロシアの首都裏のような対赤外線防御装置では、対応できる脅威が赤外線利用の兵器だけに、限られてしまうために開発されたもので、敵車両や対戦車ミサイル発射機や、対戦車ヘリコプターなどからの即挙照準レーザーを検知して、警告を発し、発信源を操作。 副射出力を瞬間的に数倍に上げ、敵のレーザー即挙に、照準機などに対して、撹乱、破壊レーザーを発することで攻撃を防ぐシステムである。レーザー通信機能も兼ねるとされる。未確認だがこのレーザーを使用して、無線風刺化の状況でも両者と通信が可能と言われている。中国側はこのレーザーは発射された砲弾や、対戦車ミサイルの迎撃能力もあり、 対空兵器としても効果があるとしているが、その能力は定かではない。JD-3 の構成は、中央部の警戒レーダー部分と左側のレーザー発信機兼レーザー測距機、兼レーザー送受信機と右側の3連装の発射機からなる。中央部のレーダーは左右に旋回し、その左右に取り付けられたレーザー発信機と発射機は上下に浮業する。 JD-3 のアクティブ防御システムは単なる防御兵器ではなく攻撃兵器としての性格を有しており敵兵器の照準装置を破壊して使い物にならなくさせたり敵を失明させたりすることで敵戦力を脱落させることができる JD-3 のアクティブ防御システムのソフトキルはレーザーによるレーザー即居に照準器やナイトビジョンや t b カメラやペリスコープ サイトやセンサーや肉眼の格乱、破壊が可能である。パッシブモードとアクティブモードがある。操作は放手が行う。98式、99式戦車の外部視察装置や照準装置などには同様の兵器に対抗するために高レーザーミラーがついている。このシステムは改良版の99式戦車にもある程度の改良を加えつつ引き継がれている。 誤解されがちだが、少なくとも、一般に、レーザーと聞いてイメージする、高エネルギーレーザーで、飛翔中のミサイルを爆発させたり、戦車の装甲を溶かして切断して破壊するような、アニメや SF 的なものではない。なお、1995年採択、1998年発行の、特定通常兵器使用禁止制限、条約付属議定処法、失明をもたらす。 レーザー兵器に関する規定書において永久に失明をもたらすように特に設計されたレーザー兵器の使用及び以上の禁止等を規定している。エンジンはドイツとウクライナの技術をもとに自国で開発した 1200HP ディーゼルエンジンを搭載している。また変速機も90通式戦車から採用されたオートマチックからマニュアルに切り替えられ、 超新地旋回が不可能となったが、機械的信頼性は向上した。M1A1 及び M1A2 を導入したサウジアラビアでは98、式戦車の基礎となった90アム式戦車の、パキスタン仕様であるアルハリドの評価試験を実施しているという。試験結果が良好と判定された場合には6億 US ドルで150、量を調達する、可能性が伝えられている。 中国秘密製法高とも大国総夫、にわか反則、広し勝つ、中時電子法、2019年8月1日閲覧。輸出向け戦車に採用した技術を国内向け車両にフィードバックするという開発手法は、1980年代以降の中国戦車開発でよく見られる手法である。新動も軍時の過去の様々な特集では98。 式戦車の開発を担当した人物たちにインタビューしている。振動網98式戦車特集コミック車、戦車台100課では98式戦車を48トンとしている、原文、ザ・ハル・オブ、well ・ザ・タイプ98イズ・ロンガー・ザン・ザ・ロシアン・ティ・マイナス 72& イズ・オブ・オール、ウェルデット・スチール・アーマー・ザ・トール・ソー・インコ・パイズ、今日ツ・アンド・セ i ミッ o ス・オーバー フロンタルアーク2プロバイド A ハイアーレベルオブバトルフィールドセルバイバビラティーモ網運命弾兵西側戦車との自動装填装置の相違を比較。上記文では M1 エイブラムスが戦闘時には装填がしやすいように砲塔パネルから砲弾がすぐに取り出せるようにするためにパネルと戦闘室の間の走行すなわち安全扉が常に開かれており被弾時には爆風が 戦闘室に流れ込む危険性があることを指摘している。ただし、アメリカ軍の規定で装填以外で安全扉の開閉を禁止していることは書き落としている参考。ありがとうございます。